内心とかあったよね。そんなだって俺だって10段階評価で1.8だよ。そんな僕に聞いちゃいけないよ。10段階評価で高校3年生の時の仰天平均点が1.8。マジクソバカだったさあ、返しとこ返しとこ。扇風機見ますけど、扇風機見えてますね。砂が降ってきそう。いいじゃないですか。ピカピカだ。
何を。いいな、よかった。今20人くらい来るもんな、こうちゃんな、すでにな。そうだよ。そんなに。大将はせっかく特製だったから。聞いてないよ。鈴木一のマンションに入れるらしいから。カキ年金だよ。マンションにうんこさしまうよ。フローリングの上で住みたこうかな。いや、伊藤洋子と言って。おいきおいきおいきってつけちゃったから。マンションでバーベキューやってんの。今年のさ、あれだろ、忘年会で鈴木さん家のマンションでやったろ。そう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 。やめだ、なんもねえぞ。菊田さんがあの、うんこを応募させる。なんもねえ。うんこしたいんだよ、なしてたな。アウトオブバーズ。いや、何もないの。こうちゃん、ビチビチのうんこで撮るんだよ。月が出てたじゃん、いい月が。月はね、あれね、いいよ、あのロケーションの月が。やっぱプロとしては血が騒ぐんですよ。あれは、ああいうのはね、写真撮りたいね、ああいう。だってそう、あんな長い。うわ、すごい。おぉどうもどうもどうも。完全最後の気をつけてよ、最後の。ちょっとピッチャー交代してよ。いい、いい、これで。数歳からカーブなんだ。逆にカーブしかないな。チェンジ、品用だよね。さあ、カー君頼んだよ。シンクロって人見ましょう。伊達にやっぱね、貴重さが違いますよ。カーブだね。カーブだね。東京駅の貴重らしい。マジで伊達に。もうね、ストライク取るからさ。これの、1年生から買ったよ。いやいや、JR と都営JR 違うから JR あそこ都営都営なんで同級生のそれ忘れてるんですか。おやおい、まっすぐだったら面白いぜ。あ、上、上行ってんじゃない。上、知り合いいるからザバス取ってどうすいません、小泉さん取ってマルボル、走って早い、やっぱさすが小泉さんやばい、ギャラリー使っちゃってるよ。上にもいるんだ。早い早い。さあ、カフ1本頼むよ。これだ、危ない。ファイボール、ファイボール。もうちょい下だと思います。あ、すいません。そこら辺、そこら辺のあります。右側、右側、右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 。7万バッターなのにまだ回ってこない。ありました。まだ回ってこない。あ、よかったよかった。サンキュー。どうもすいません。どうも、ありがとうございます。投げて。まだ、あ、今インプレーだからダメ。打った時に投げて。おー、オッケーオッケーオッケー。おー、ナイスボール。オッケーオッケーオッケー。すいません。いけんな、探す。小泉さん、レギュラー確定。師匠。おい、あらなくていいかな。あ、おい。あ、ナイス、ナイス、ナイス。服の後で分かるから。るここにある。あ、それで。払うのもある。ある。あ、そっか、おる。もらうって。いや、ね、カット。いや、ね、いや、ね、カット。次だ。どこ行ってくれそう。おばあさんな。オッケー、あるよあるよ。あるよあるよ。ぶつかるぶつかる。